こんばんは、KY スタイルです。今日は2023年の手帳会議と手帳作りをご紹介します。コメント欄に目次を用意しましたので、ご興味のある項目だけ見ていただいても大丈夫です。それでは早速ご紹介します。まず、私の手帳会議は大きく分けて3種類あります。毎年12月に行う1年に1度の大きなもの。1ヶ月の振り返りと次の月の目標を定める月1のもの。そして軽く1週間を振り返る週1のものとなります。今回は1年に1度の大きな手帳会議となります。1年に1度の手帳会議では、主に手帳選びや手帳の形式を決めていきます。2023年の手帳は、昨年同様、脇文房具さんでエディットさんの B6 サイズのノートを購入しました。2022年版の手帳会議もリンクに貼っておきますので、よろしければご覧ください。脇文具さんはとてもきめ細かいサービスが魅力的なお店で、無料でネームを入れてくれるサービスが気に入り、現在私はリピーターです。大阪にあるお店みたいなので、いつか実店舗にも行ってみたいです。私は2000年から1年に1冊スタイルで手帳を続けてますが、手帳選びではワクワクする1冊かどうかを大切にしています。エディットさんのノートとの出会いは、2021年にバレットジャーナルを始めようとして渋谷のロフトさんをうろうろしている時に出会って、一目惚れで気に入りました。エディットさんのノートのお気に入りポイントは、滑らかな肌触りと使い勝手がとってもいいところ。バンドと付箋がついているので、毎日使う手帳にはもってこいです。滑らかな紙でとっても書きやすく、2021年からリピート中です。360度フラットに開くところもお気に入りです。脇文具さんで入れてもらうネームは年号を入れてもらってます。まずは手帳に書き込む前に、こちらのノートに無印のポケットシールを貼って手帳っぽくしていきます。それと、私は手帳を作りたい反面、めんどくさがり屋でもあるので、昨年から時短も兼ねて100円ショップで購入した卓上カレンダーを使用して手帳を作っています。まずは無印のポケットシールを貼っていきます。ポケットシールがあると、書き初めやその年の思い出のステッカーなどを入れて持ち歩くことができるので、とっても便利でおすすめです。こんな感じでできました。続いて卓上カレンダーをノートに貼る準備をしていきます。カレンダーを書くのも楽しい作業の一つですが、結構時間を要するので、時短希望の方はこちらのやり方がおすすめです。後ほど貼っていくので、一旦脇に置いておきます。手帳選びが終わったら、手帳の形式を決めていきます。私は1月スタートで1年に1冊スタイルのバレットジャーナルメソッドを使用した手帳を作ることにしたので、ノートの始めに形式を書きました。さて、いよいよ手帳作りに入ります。手帳作りに使用するアイテムは、ノートとペンと定規は必須ですが、マスキングテープやカラーペンがあるとノートが華やかになるのでおすすめです。まずは1ページ目。今年はモノトーン多めで、よりシンプルな手帳を目指します。自己流も織り交ぜてますが、基本的にはバレットジャーナルのメソッドを使用するので、1ページ目はインデックスとキーを書いていきます。インデックスは目次のことで、こちらは後ほど書いていきます。キーは自分の文字を記号化したものと、その意味を書いたものです。キーを使って手帳を作ると、手帳がとっても見やすくなるのでおすすめです。昨年はキーも少しカラフルに作ってましたが、カラーペンを持ち歩くと荷物が増えるので、今年はやめました。こんな風に経験をもとに進化させていけるのも手帳作りの魅力ですよね。続いて次のページに入る前に、まずはページを書いていきます。次にこちらのページには、2023年の年間目標と大事なことを書いていきますので、マスキングテープ等でデコレーションしてページの差別化を図ります。私は毎年書き初めを書いているので、このページには書き初めと年間目標と具体的なタスクを書いていきます。右側のページには、新月の願い事を書く月に書いていきます。新月の願い事っていうと、スピリチュアル臭く感じてしまう方もいるかもしれませんが、年間目標を達成するための月一の目標を私は書いていっています。新月の日に願い事を書くと、満月までに願いが叶いやすいそうなので、数年前から続けている習慣です。次のページは、年間イベントスケジュールと年間クッキングスケジュールとなります。年間イベントスケジュールは、楽しい人生を送りたいので、自分が楽しいと思った季節のイベントを書き込んでます。下の3つはお気に入りのイベントです。年間クッキングスケジュールは、イベントご飯を作るのが大好きなので、忘れないようにメモしています。次のページは、左が2023年行きたいところリスト、右がいつか行きたいところリストです。思いつき次第、どんどん書き足すスタイルで書いてます。メモの魔力なんて本もありましたが、自分の願望を明確にして書き出すと実行率が上がる気がします。右側にはいつか行きたい海外を中心に書いています。
次のページは2023年の欲しいものリストとなります。こちらも欲しいものが増え次第加筆していくスタイルです。2023年は特に運命の万年筆が欲しいです。続いてこちらは2023年ラブという項目で、2023年今現在自分が好きなものを書いています。やはり自分の好きなものを明確にして好きなことをする時間を増やすとクオリティオブライフが上がる気がします。続いて下にはリピ買いしている自分の定番アイテムとその値段を書いています。自分が使うお金や生活に必要なお金をとことん明確にしていくと無駄な出費が減るのでおすすめです。次のページはマイタイプリストで、これは自分向けの自己紹介ページとなります。ちなみにこの時は診断前なのでビキニでしたが、顔タイプはキュート、骨格はストレート、パーソナルカラーはセカンドなしのイエベハルド真ん中でした。占いのタイプやラッキーアイテムなども書いて楽しんでます。こちらは MBTI 性格診断で私のタイプだった ENFP について書いてます。その下には歴代の書き初めを忘れないようにメモしてます。次のページは2023年の理想のモーニングルーティーンとナイトルーティーンを書いてます。やっぱり生活習慣の積み重ねがその人の人生を作っているので、朝と夜どう過ごすかは本当に大切ですよね。私は綺麗でいたいので毎日必ず朝晩ヨガをしてスタイルキープを目指してます。次のページは年間カレンダーを作っていきます。ここに来てようやく年間カレンダーです。はい、できました。過雑な性格で若干ずれてますが、まあ見れれば OK です。誕生日やイベントにマーカーを引いたら、次のページはマンスリーログを作っていきます。マンスリーログはバレットジャーナル用語で、1ヶ月のカレンダーとその月の目標やタスクなどを書くページとなります。昨年から私はこんな感じで作ってます。まずはカレンダーを貼り付けていきます。続いてこれだけだと少し味気ないので、マスキングテープやカラーペンで軽くデコレーションしていきます。こんな感じでイベント好きなので、もともと記載があるイベントの他にも書き足したり、旅行のところはマーカー線を引いています。月の満ち欠けに合わせたルーティーンもあるため、満月と新月も書き込んでいきます。続いて左側を作っていきます。こちらも他のページと差別化を図るために、マスキングテープや色鉛筆で軽くデコレーションしていきます。手帳の目的の一つが自己管理のため、トゥードゥーリストや1ヶ月のビューティータスクを書いています。それと年々教養のある大人になりたいので、映画や本を月に2本ずつ以上読むことも楽しく習慣化しています。続いてウィークリーログとデイリーログを合算したようなページを作っていきます。月曜始まりの1週間の表を縦長に作っていて、一番右に備考欄を設けています。こちらのページも昨年と同じように作っていきます。日付の横には毎日が特別な日になるように、その日のタイトルをつけたいためスペースを空けておきます。上から下の時間軸で起床時間から就寝時間まで結構細かく書き込んでます。いつどこで何をしたか、そしてお金を使用した際は感情科目に分けて、たとえ1円でも書き込みます。メイクという身支度を整える意味のタスクを毎日書いていて、365日綺麗でいる努力を心がけています。こちらは朝晩の習慣のチェックリストで、ヨガをしたか、トイレでデトックスできているかの管理をしています。ウィークリーログの備考欄にはその週の素敵だったことを中心にメモしています。また備考欄の下側にはその週使用したお金も感情科目別で書き込んでます。この作業を私は週1の手帳会議と呼んでいます。では最後に1ヶ月の振り返りを行う月1の手帳会議のページを作っていきます。ベースはこんな感じにできました。次の月のマンスリーログのページの前に、見開き1ページで4つのカテゴリーに分けて書いていきます。私は画冊なのでちょっと曲がってしまいましたが、気を取り直していきます。こちらの右側の部分は特に重要で、1ヶ月のお金回りを書き込んでいます。自己流の感情科目に分けて、使ったお金と内容、それがふさわしかったかどうか丸×三角で評価していきます。入ったお金、出ていくお金も書いて管理しています。実際はこんな感じです。手帳の目的は自己管理なので、たとえ1円でも1分でも時間やお金を無駄にしないように管理しています。左側は主にビジネスや YouTube について、右下には QOL を上げるためにライフスタイルについて書いてます。人間は生物なので、逐一手帳を通して自分と向き合う習慣はとってもおすすめです。私にとって手帳とは夢を叶えたり生活の質を上げるための大事な相棒です。少しでもご参考になりましたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。